皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、Yahoo ニュースにニューとマークされている、いわゆる最新ニュースの解説です。まずは国内ニュースです。東日本大震災、未だ2520人が不明とのことです。えー まあもう5年経ってますからね、はい、5年以上経ってるとね、はいまあ、どういうふうに、まあ、ご家族がね、えー、考えていらっしゃるかということを考えるとねなかなかつら、えーまあ、いところも私も感じますけれどもただねあの自然災害なんてねこういうことはあるっていうことはもう覚悟して人間としては人間という動物としては覚悟していかなければならないことだとも 思いますはい、次、えー、共同親権ということがかなり話題になっておりますが、すでに離婚している方でも選択かだそうです。にするそうです。はいえー、つまり、もうすでに親権は誰々とするといったような離婚協議書を作ったとしても、えー、そこを見直すことが可能になるということですね。 あの共同求めらられていいいるる方は結構いらっしゃると思います、はい、このニュースをですね、あの見ていろいろとお考えになられる方もいらっしゃると思いますので、まあ、ゆっくりとね、あ,のあんまりせいてはことをし存じると言いますから、まあ、ゆっくりとお考えになって、協議もしてということになったらいいのかなと思います。はい、次、真冬のような寒さ 日本海側は雪とのことですね。もう3月上旬なのですが、ね、暦の上ではといったところがありますがね。はい。そうですね。まあ、気をつけましょう。ね、油断せずに。はい。次、国際ニュースです、えー。アメリカ軍、オスプレイの運用停止状態を解除とのことです。えー、まあ、 欠陥が分かったんでということだと思うんですが、なかなか事故の絶えないオスプレイ、まだ頑張るんですね、という感じですね。<laughs> お金かかってるでしょうにって思いますけどもね、はい、メリットの方が勝ってるんでしょうか、それとも意地ですか、はい、意地で続けるんだったらやめてほしいですけどね。はい、次、えー、鳥山明さん死去、世界から追悼の声。 しかも、おそらくはもう、かなりの世代の方々が、えー、まあ、感じたニュースだったと思います。はい。次、えー、宇宙人の目撃っていうのは、捏造がほとんどだとアメリカが発表しています。私もその説を信じます。はい。次、えー、経済ニュースです。えー、公正取引委員会、 ビッグモーターに韓国へとのことです。はい。伊藤忠商事に買収されるのが完全に、えー、完了するまでに言いたいことは言っておこうということなんでしょうか。はい。まあ、いくらでも言うべきだと思いますよ、あんなことはね。はい。次、能登鉄道、4月6日から全線運行再開だそうです。 嬉しいニュースですね。なんか似たようなことが東日本大震災でもありましたよね。それと比べたら結構早かったですね。はい。いやー。次、えー、継続か撤退か、瓶入り飲料の今。ちなみに、明治は瓶入り飲料をやめることを昨日か一昨日かに発表しました。これからは紙などに変えていくそうです。 まあ瓶、まあ、落としたら危ないですからね、はい、そうですね、まあね、時代の変化ということでね、時代はいつでも変化していってますから、はい、懐かしんでいてもしょうがないっていうところもありますからね、人はね、なんだったら今届いてる瓶、隠し持っちゃえばいいんじゃないですか。<laughs> はい、次、IT ニュースです。 えー、試運転中の特急に抱きつく人がいるということで、物議を醸しています。こんな人を捕まえちゃえばいいんじゃないですか、物議どころじゃなくて。はいえー、鳥山明さん死去、スライム誕生の秘話というものがあるそうです。はい。私も知りたい。はい なるほど。ドラクエ生みの親の堀井祐二さんの作では、もうちょっとここに絵が出てますけど、ドロッドロした気持ち悪いものでした。それを鳥山明さんが今の姿に変えたそうです。さすがプロといった感じですね。はい。<laughs> 次、えー、鳥山明さん、ゲーム史に残した功績。まあ私が真っ先に思い浮かぶのは、 えー、ドラクエのゲーム音楽これを N 響がリアレンジして演奏して CD にしても出したそして私も買ったとはいそこがまあ功績だと思いますはいあの音数が少ないんですよファミコンの頃って出せる音数が3音まではいだからコードは弾けるけどまあ和音のこうね 組み合わせというものがなかなかできないという時代でですねそういう時にどのようにそれを、えー、ダイナミックな音楽に聴かせるかということをかなり研究して確立された方です、はい、今でこそ生音が使えますけども当時あのような音楽がなければゲームなんてつまんねえなと雰囲気ないなというふうに思われていたかもしれませんはい。 そうですね。すごい功績があると思います。もう真っ先に思いつくのはそれですね。ドラクエのあの音はい、あのね。本当にすごいですよね。あの、スーパーマリオとかに影響を与えたかもしれないですよ。はい、次科学ニュースです。えー、千葉沖震度5弱程度に引き続き注意。スロースリップは何回も続きますからね。はい。 そうですね次、泳げないカバ飼育員の愛情物語とのことです。はい次いきましょう関係者驚き巨大黒穴子水揚げこれ、よくあるニュースですから <laughs> はい次いきましょうはいテレ東福田典子アナ大賞発表これもよくあるニュースですから次いきましょう。 たらこさん司教ちびまる子ちゃんの声優です。はい。あのおばちゃんです。あのね。あの楽しそうなおばちゃん。そうですか。えー、はい、次。えー、中野美奈子アナ、香川で感じる格差。って言われてもね。 なんていうか、東京に出てきて頑張れる人もいれば早々に結果が見えてきて香川に帰る方もいらっしゃるじゃないですかだから格差って当然のごとく生まれる格差だとも思ったりするんですけれどもね私はねはいまあ実力社会という考え方で見ればですねだからどれだけ資本主義に行くのかどれだけ社会主義に行くのか これだけの国債を発行している日本という国格差というものをどの程度手厚くじゃあ格差社会をなくすということにすればいいのかということをちょっと本当に考えた方がいいと思います格差をなくすようにするとなると国民が相当税金を払わないと格差を縮小することその地域間格差を縮小することはできません、はい、しかもそれは ずっと続きます格差をなくすということは、一回直してしまえば、はい、完了じゃないんですよ、もうずっとずっとやり続けなければいけないということは、国の借金を膨大に膨らませ、膨らませ、膨らませ続けながらやらなきゃいけないんですね、それを本当にやってしまっていいのかということは、あの、結局、じゃあ何をすればいいのっていう話になってくるので、はい。 真剣に考えなければいけない問題だと思います。はい。次。ヌートバーが肋骨を骨折とのことです。これ、厳しいですね。はい。また、ね、デッドボールとかだったら相当なことになりますからね。あの肺に刺さったら痛いですからね。痛いというか、大変ですからね。はい。私のおじいちゃんもやっちゃったんですけど。はい。次。東海大野球部が活動中止。 暴行が発覚。ね。そういうことあります。はい。次、鳥山市、ブラジルサッカー界へ影響とのことです。すごいですね。はい。すごいですね。はい。いやそんなこともあったんですね。まあ、いろんなところに影響を与えましたからね。はい。それもそうですあの、 キャプテン翼がフランスのサッカー界に影響を与えたのは有名な話ですけどもね。はい。ドラゴンボールですからもっとすごいでしょうね。はい。ということで、今回の配信は以上となります。皆さんはどんな、えー、ニュースに、えー、心を打たれた、もしくは注目されましたでしょうか。そうですね。私はやっぱり鳥山明さんですね。はい。漫画が変えなかった私でさえ。 友達から譲ってもらって読んでた私ですから、はい。もうワクワクしてましたから、たったそれだけでも、あとアニメね、アニメは無料でしたから見てました。はい。本当に、まあ、はい。悔やんでいます。はい。お悔やみ申し上げます。はい。そうですね。はい。以上です。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。